浜松市立佐久間図書館は、静岡県浜松市にある、公共図書館。JR 東海飯田線佐久間駅の駅舎に、併設されている。浜松市立図書館を構成する24館の一つで、あり、前身は、岩田郡佐久間町の佐久間町立図書館。2016年度末の蔵書冊数は23,017冊。2016年度の貸出冊数は6,778冊。 2016年度の利用者数は2311人である。佐久間町立浜松市立佐久間中学校1984年には国鉄飯田線佐久間駅が合理化のために無人化された。国鉄分割民営化の後には JR 東海による佐久間駅の改築に合わせて JR 東海と岩田郡佐久間城が協力して駅舎と図書館が一体となった建物を計画。 1988年12月から工事が進められ、1989年6月22日に、佐久間町立図書館の開館式が行われた。開館当初の蔵書数は5000冊であり、開館初日には70人が貸し出しを行った。開館時に5000冊だった蔵書は、1991年6月時点では、約1万5000冊にまで増加している。 1989年度に34.0冊、日だった貸出数は、1990年度には51.5冊、日となり、1991年6月15日には、過去最高の138冊を記録した。1991年6月22日までの、統計では、1991年度の入館者数は1日平均100人を超えていた。 開館当時は駅前に佐久間町立佐久間中学校があり、飯田線で通学する生徒が佐久間図書館を待合室代わりに利用していた。2005年7月1日には佐久間町が周辺自治体と共に浜松市に編入合併されたため、佐久間町立図書館は浜松市立佐久間図書館に改称した。 2005年度末の蔵書冊数は33,783冊。2005年度の貸出冊数は12,743冊。2005年度の利用者数は5,013人である。2007年には、佐久間中学校が中部天竜駅近くに移転したため、佐久間図書館を利用する子供は減少した。 2006年度の利用者数は3849人だったが、2007年度は3346人、2008年度は3348人となっている。フロア中央部図書館と佐久間駅鉄道駅の駅舎と一体となった図書館は全国でも珍しいとされ、静岡県では初である。図書館を駅舎に併設するというのは佐久間中学校の生徒の発案である。 建物は木造平屋建てであり、図書館部分の床面積は329平方メートル、駅舎部分の床面積は31平方メートル。走行費は8395万円。最高と美観のために、天井には佐久間町の民話や自然をモチーフとした5枚のステンドグラスがはめ込まれている。入り口上部には天竜川と山並みが描かれた天竜座が、 東西南北には、可愛い花の舞が飾られている。今日の佐久間図書館は、観光名所の一つにもなっている。フロアの中央部には、佐久間町震災に生えていた杉の木が据えられている。伐採時の樹齢は109年であり、浜松市はこの杉を、明治12年生まれと紹介している。生育時の木の直径は最も太い部分で1.35メートルであり、高さは約40メートルだった。 25トントラックを用いて搬出し、磨きマルタのままフロアに据えられた。中間部分から四方に伸びる針が枝を閲覧室の大天井が葉をイメージしている。中には杉の木に抱きつく大人もいるという。館内には開花貸し出し室、ブラウジングコーナー、閲覧室、企画展示コーナーがある。小説家の井上康氏が天竜川について表した天竜川、 三の原稿などを展示している。2017年4月時点で、新聞は、静岡新聞と中日新聞の2紙を、雑誌は14紙を購読している。電話帳は、静岡県全域と愛知県の一部を所蔵しており、住宅地図は、浜松市天竜区の一部を所蔵している。平日は、年配者や親子連れなどの地域住民が多いが、休日には、 ドライブ客や鉄道ファンなどの観光客も訪れる。高齢者向けの体験講座、親子向けのお話し会などを積極的に開催している。佐久間地域の観光案内所という性格も有しており、図書館にはガイドブックやウォーキングマップが設置されている。佐久間図書館と中央図書館の位置関係。ありがとうございます。